はい、こんにちは、レトスノーノです。8月23日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます。失敗が人を成長させる。失敗のない人生なんて本当に気の毒だ。このように言ったのはホンダ自動車の創業者である本田宗一郎さんです。今の時期になると模試を行い、点数が出ないと焦っている方が多いです。しかし点数が取れないというのは失敗なんですけれども、誰でも点数が取れない時期はあります。点数が取れない原因は何かを考えて、それに対する解決策を立てて実行していく。これが重要です。点数が出ないから諦めよう、そういう方も中にはいます。しかし諦めたらそれで終わりです。あなたがそうでないことを願っています。それでは本日の3問に入っていきます。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾なしに、A 所有の土地を持って弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。今回の問題は債権者の承諾なしにと書いてあるので、これは誤りですね。債権者の承諾が必要です。で、代物弁済っていうのは簡単に言うと、お金を貸したらお金で返してもらうのが常識ですよね。でもお金がないときに、不動産とか債権などの別のものがある場合、その別のもので弁済する。これが代物弁済なんですよ。まあ、漢字見ていただいたらわかるんですけども、代わりに物で弁済するってことですね。で、この場合、債権者の承諾が必要だということです。普通に考えてみればこれ当たり前ですよね。あなたがお金を貸した場合に、債務者が勝手に不動産で返してきたと言ってもこれ困りますよね。この具体例考えたら当然だってことは明らかですよね。まあ、これは理解学習の中でも解説の理解っていう部分なんですけれども、これも一つですよね。理解学習の一つです。まあ、もっと重要なのは問題文の理解なんですけれども、まあ、無料の動画なのでその問題文の理解まではちょっとお伝えはできないんですけども、これも理解学習の一つなので、今後あなたがいろいろな問題にぶつかった時にこういった解説を理解をするということを心がけて、まあ、こういった解説はあまり載ってませんので、そういった場合はもう調べる。専門書だったりとか、まあ、ネットとかですね。で、調べるということをぜひ行っていきましょう。で、個別書ではもうこういったところ調べずに、私の方で解説させていただきますので、もうどんどん効率よく勉強できるということです。で、問いにですね、免許の要否です。地主 C が、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を C が行う場合、C は宅建業の免許が必要である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。地主 C というのは、自分のマンションを賃貸して管理しているわけです。自らが貸主だったり借主になる場合っていうのは、宅建業の取引には当たらないんですね。また、管理というのも、これも取引に当たりません。つまり C は宅建業の免許は不要なんですね。宅建業の免許が必要な場合っていうのは、宅地建物、取引業を全てに該当する場合なんですよ。今回取引、これに該当してませんので、免許が不要だということです。で、問い3ですね。A が自己の所有する市街化区域外の水田5ヘクタールに、豚舎を建設する場合、都道府県知事の許可が必要である、丸か×かという問題です。で、答えは、丸ですね。まず、水田っていうのは農地ですね。で、つまり A は市街化区域外の5ヘクタールの農地を転用しようとしているわけです。豚舎に変える、農地を豚舎に変えるってことは、これ転用してますよね。ってことは、これは4条許可が必要になってきます。そして4条許可については、面積に関係なく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただですね、指定市町村の場合については、市町村長の許可を受ける形になります。で、指定市町村ってどんなものかっていうと、横浜市とか名古屋市とか大阪市とか仙台市とか、まあそういった大都市をイメージできれば大丈夫です。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。